どうも、久保です。今日はですね、私がちょっと頭の体操でやってるナンバープレイス、別名数独って言ったちょっとしたゲームがあるんですけれども、ちょっとそれを紹介しようかなと思います。で、なんか昔だと本とかでやることが多かったんですけど、スマートフォン普及してからアプリが出てるので、まあ、これを使って最近はやることが多いですね。で、まあ、詳しいルールはね、いろんな動画がアップされてますので、他の YouTuber さんとかの説明動画を見ていただければわかるかなとは思うんですけれども、まあ、そうですね、縦に1から9まで、それぞれ独立した数字、横に1から9まで、それぞれ独立した数字、3×3 のマスにも、1から9の独立した数字が入るっていったところがルールになってます。で、まあちょっと動画にしてるので、まあそのルールとは別に10分っていう制限時間を設けるのと、まあ1回ミスしたら終わりっていう形でやろうかなと思っています。はい。で、早速、まあ今回初日なので、ちょっと確認も含めて中級くらいから。はい。まあこれですね。もう元から入ってる数字を使って入れていく形になります。で、まあアプリを押すと、数字を押すとなんかこうやって線が出てくれるので、本よりもイメージしやすいかなっていうところがあるので、おそらくまだやったことないよって人もとかかりやすいんじゃないかなとは思います。はい。で、まあそうですね、11で1入れると、1入れるとで、ここが1になると、中級はいけるかな。うん、中級はなんかいけそうな気がしますね。ここ。で、ここだから、ここ。やってることわかりますかね。縦に5がないこと1つ、横も5が1つとかっていう、まあ、1位の数字ですね。になるように今埋めてっている状況です。見えなくなった。1、2、3。で、まあ横のここに注目しましょうか。1、2、4、5、6、7、8があるので、こことこうって3と9がどっちかに入るはずなんですけど、じゃあこっちで見た時に3と9が入る可能性のとこ、下に3があるので、あ、じゃあ3入れないじゃんということで、ここは9で、まあ横で見たら今度はここのマスがですね、あと3だけ入ってないっていうのが分かりますので、3を入れていくと、まあ、こんな感じですね。で、今入れた3で見ていくと、ここが3になるな。で、3を見ていくと、左上のマスに注目すると3入る場所が1に決まると。なんか私は今入れた数字の場所を起点に次どこ埋まるかなっていうのを考えると、結構見つけやすいかなっていうふうに思ってるので、まあ解く時には普段そんなことを心がけています。で、あとなんか入るとこあるかな。4がいけそうですね。4ここにあって、右上のマスあると4が入ってないので、4が被らないところに4を入れてやると。はい。で、そうすると今度1個下のマス行くと、ここかな、ここに4が被らないで入れれるっていうのが分かると。で、縦のマス見て、下の右下のですね、 3×3 のマス見ると、3つ枠が空いてんだけど、4がですね1個だけ被らないっていうところが確定してるので、ここに4を入れてやるっていう形ですね。懐かしいな。 1、2、3、4、5、6、 ちょっと縦の列でいくと 1、2、3、4、5、6、7 で、ここもですね、もうラスト1個なので7が入りますと。で、ここが決まるかな。7ですね。で、77。数独はね、中学の頃かな、にちょっと初めて触る機会があって、それ以来、なんか時間あれば解くようになりましたね。なんだろう、なんでハマったかって言われると、
理由はないです。楽しいからだけかな。もうシンプルにして究極の理由になります。2、1、2、2と6。あ、全然入んない。ここいけないかな。1、3、4、5、7、9だから2と8が入るけど、下に2があるんでここ8だねって言って、残ったら当然2になるよねっていう感じですね。やべえ、懐かしいな。1、7。あ、全然頭が考えつかないな。あ、ここが埋まるじゃないですか。1、2、3、4、5、6、7、8がない。で8が横に行くと、ここがどっちか8になるんで、縦の列に8があるっていうのが分かりますよね。でそうすると上のマスのとこに8がないので、ここに8が入ると。おお、いいですね。あ、で多分ここも分かるね。8があると、ここのマスの空きで8が入るところって、縦と横にあるんで、ここしか8が入らないんで、横絶対ここには8が入らないことになるんですね。で横に8があるんで、ここ8と感じですかね。でさっき埋めたとこ、ここは2がないですね。2入れて、で2がここに入るのか。でそうすると中級はいけるかな、さすがに。縦に埋まってるんで、1、2、3、4、5、6、7、8、9がない。ここが9。そう、あのアプリだと数字全部埋まると、埋まった数字消えてってくれるのがすごい親切で分かりやすいんですよね。で1、2、3、4、5、6。うん、で6が今、ここが6になると、ここが6になると、はいはい、1、2、3、4、5、6、7、8。で8が入ってここが8になると、でここも8がないから8になると。うんうんうん、いいですね。でここかな、縦の列があと1個で入ってないのは3だというのが分かる。じゃあここか、1がないですね。1で、そうするとウィークと1入ってないところがあるので、でラスト1マスなので7埋めて、下行って7行って3分。はい、6分34秒。いいですね。10分制約いいかもしれないですね。中級はまあ私は好きで結構やってるので、中級ぐらいであればまあクリアはなんとかできるかな。上級からだともう気づかなくなると思う、本当に気づけなくて分かんないんですけど、ちょっとこんな感じで今後撮っていきたいと思います。いや楽しいですね、頭の体操に。皆さん一日一問ぜひどうですか。アプリだと無料で入れれるので、ちょっと興味ある方いればぜひ試してみてください。じゃあ今日はこんなところで終わります。バイバイ。